ハイン・リヒ一世は、ブラウニシュバイク・リューネブルク公の一人で、リューネブルク公。リューネブルク公、夫5世とナッサウ・ディレンブルク・ハクヨハン4世の、娘、アンナの子。父が1471年に死去した時は、まだ幼く、祖父のフリードリヒ二世、ついで母の貢献の下で、成長、1486年に爵位を継承した。1519年に、 同族のボルフェンビュッテル公、ハインリヒ2世とヒルデスハイム主教の紛争が発生。ハインリヒ1世はヒルデスハイム主教に加わり、ハインリヒ2世とカレンベルク公、エーリヒ1世の軍勢を撃破、エーリヒ1世を捕らえた。ところが、神聖ローマ皇帝カール5世は、エーリヒ1世の釈放、占領地の返還を、ハインリヒ1世に要求。 1520年に弾劾宣告を受けた、ハインリヒ一世は、大尉二人の息子夫とエルンスと一世に領土を、譲として、フランスへ亡命した。1527年に、ドイツへ戻り、宗教改革を進めていた、エルンスと一世に反発した人々によって、福井させられかけたが、エルンスと一世に察知され、失敗、以後は、ルーネベルグレンズで余生を送った。 1532年に死去、遺体は、ウィンハウゼンの修道院へ埋葬された。1487年、ザクセン選定校、エルンストの娘マルガレーテと、結婚、7人の子を設けた。ありがとうございます。